FIA= 国際自動車連盟は、レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーに対する不正行為の疑惑についての調査を実施すると発表した。この調査に関連して、FIA は、簡潔な声明を発表し、調査の進捗状況については、結果が出るまでコメントを差し控える方針を明確にした。声明では、FIA が、スポーツにおいて、誠実さ、公平性、包括性の最高基準を維持する意向を強調している。 一方、レッドブルは内部でクリスチャン・ホーナーに関する疑惑が表面化した後、外部弁護士による独立調査を開始することを発表した。この独立調査は重要な主張について、透明かつ責任を持って対処するためのチームのコミットメントを示している。レッドブルは調査を深刻に受け止め、早急に結論を出す計画であることを述べた。FIA とレッドブルの双方がコメントを差し控える中、 モータースポーツ界では、今後の展開に対する期待と注目が高まっている。特に、FIA の調査結果が明らかになることで、クリスチャン・ホーナーに対する不正行為の真相や、その影響が明らかになることが期待されている。コメント、F1 に続き、FIA もコメントを出しました。クリスチャン・ホーナーに対する不正行為の疑惑についての調査を実施すると発表した。結果が出るまで、コメントを差し控える方針を明確にした。 ホーナーの挙手が一段と注目されます。